今日の事件は、犬鳴トンネル小殺事件。事件概要。1988年昭和63年12月7日、福岡県粕屋郡久山町の旧犬鳴トンネル近くの路上で未成年による、世にもおぞましい殺人事件が起きた。4人の少年が車欲しさに持ち主の20歳の青年を車ごと拉致、凄まじい暴行を加えた挙句ガソリンで焼き殺した犬鳴峠小殺事件である。1988年12月7日正午、福岡県粕屋郡久山町の県道福岡の大型線の新犬鳴トンネル入り口から、旧県道を1キロほど奥に入った路上で通行人が焼死体を発見し、福岡東署に通報。焼死体は20歳くらいの男性で、身長170センチほどの痩せ型で長髪焼け残った衣類から、緑色のジャンパーを着ていたとみられ。下はジーパンに紺色のズックを履き、靴下は白色。火に包まれながら倒れていた場所まで走った形跡があるため現場で焼死したものとみられ、死後数時間程度と推定された。加害者は、力丸ダムに沈めようとしたが死体が浮いたらバレると思い中止。顔がわからんように焼き殺そうと、犬鳴峠に向かった。旧犬鳴トンネルに着くとガソリンを頭からかけて焼き殺そうとする。だが、被害者が挙げた悲鳴がトンネル内に大きく響き渡ったため少年らは一瞬ひるんだ。その隙を見て、被害者は逃走。トンネルを抜け雑木林を逃げ回り、約50メートルも山中に駆け上った。少年らはもう何もしないから降りてこい。嘘は言わんと呼びかけ、それを信じて降りてきた被害者を再び捕まえた。シャツを引きちぎって口に押し込み両手足を縛る。大きな石で頭を5回殴りつけ。その滑走傷は最大で8センチにも及び、血しぶきがガードレールまで飛んだ。それでも助けてくれと命乞いする被害者に。ガソリンをかけ、ライターで火をつけたちり紙を投げつける。被害者はもがき苦しみながらも助けを求め。のた打ち回った。ガードレールに焦げた衣服がべっとりとこびりつく。転げ回った末にトンネルの入り口まで走り、そこで力尽きて倒れた。少年らは、死んだかどうかを何回も見に行き3度目でようやく動かなくなったのを見届けて市内に帰った。焼死は、皮膚の表面が炭化するだけなのでなかなか意識がなくならず。その激痛は他の死とは比較にならないほど凄まじい。しかも、被害者の直接の死因は頭部の出血。すなわち、たった 0.7 リットルで生きながら焼かれたことになる。激痛がしばらく続き、地獄のような苦しみの末に死を迎えたはず。個人的感想。犬鳴峠は昭和時代の頃、実際多くの若い女性たちが騙され人身売買のために集められていた恐ろしい場所。被害者は母子家庭でつつましく暮らしてたんだ。免許取ったお祝いに母親がへそくりから車をプレゼントしたんだが、勝手早々、悪ガキの加害者どもに目をつけられ声かけられて運転手扱い。おまけにせっかくプレゼントされた車を奪われそうになったんで激しく抵抗。それで、車ごと焼殺。この事件の残虐性は被害者を生きながら焼き殺しただけではない。実は犬鳴峠に来る前に北九州あたりの岸壁から被害者を海に突き落としている。被害者は生への執着心から必死な思いで岸壁を登り切った。しかし加害者にそれを見られていた。犬鳴の事件は絶対に風化させてはならない。同時期の連続幼女殺人、天皇容体悪化、コンクリ等の報道に書き消されてたけど、ひどい事件だ。被害者の死因が焼死でなく失血死とか自分の血が沸騰したりとか苦しかったろうな。暴力団組長の息子のグループだから、感覚がまともじゃない。人間とは思えない犯人の一人は筑豊の暴力団、大衆会にいたそうだけど、下手打って破門されたみたいだよね。これの主犯も向きらしいけれど、出所してヤクザか。許せない。犯人たちの一部はスナックなんかで人を焼き殺したと言って女の子たちに自慢してたらしい。シンナー吸引なんかすると思考能力が劣ってしまうんだよ。コンクリ事件、アベック殺害事件も同じでしょ。シンナー吸引なんかは即、少年院送りでいい。犬鳴峠の近くに猫峠というのもあって、近くの犬鳴ダムでは投身自殺、力丸ダムでは保険金絡みの殺人事件。あの辺一帯は殺人事件の巣窟な感じだよね。
焼死ってのは、皮膚の表面が激しく焼け焦げる反面、内臓はなかなか焼けず死に至るまでかなり長時間苦しむらしい。たとえ一命を取り留めたとしてもその後の治療に伴う苦しみは想像を絶するらしい。被害者は雪吊りの人らしいから、運が悪かったそれを考えると、加害者は重罪を科した方が良いと思う。この事件に限ったことではないが、自分がもし遺族なら被害者が殺害された時刻になるとやはり毎日のように思い出してしまうと思う。残忍な手口で我が子を殺害された親がショックのあまり自殺してしまったりするのもわかる気がする。事実を知った上で生きていくのは遺族にとってとても辛いこと。犯人生きてることが許せない。おかしすぎる。注意。犬鳴峠、旧道付近は、本当に暴走族の溜まり場になっています。肝試しに行かれる際は、十分にご注意を。ご視聴ありがとうございました。